RKB ラジオ企ての公開収録が開催決定。9月13日金曜日16時から福岡グロースネクストイベントスペースで開催。ゲストはブーストキャピタル代表で LINE ヤフー顧問の小沢孝雄さんです。詳細や観覧のお申し込みは RKB ラジオのホームページでお待ちしてます。この時間はズームアップ、毎週木曜日は観学です。今日の内容なんですけども、はい、環境省が今週鹿児島県の奄美大島で生態系に被害を及ぼしてしまうために防除を進めてきた外来種マングースについて根絶したと発表しました。はい、奄美大島ほどの大きさの島で広く長期間に定着したマングースの根絶に成功したのは世界的にも稀な事例だということで、この話題にズームアップしていきます。毎日新聞客員編集委員の本村由紀子さんです。本村さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。なんか今朝の毎日新聞の余録にも取り上げられていて、へーと思ったんですけど、はい、過去に根絶に成功したのは、うん、世界でね、はい、面積1平方キロの無人島だけだったんだそうです。ああ。で、奄美大島って712平方キロある大きな島で人も住んでいる。はい。だから1平方キロの無人島でだけ成し得た根絶が700平方キロメートルの島でできたのはすごい。いや、これそうですよ、改めてすごいですね、それ聞くと。なおのこと、まあやっぱり背後には島の人たちのですね、まあ本当に長い間の努力があったんですよね。まあ基本最多の時は1万頭ぐらいいたらしいんです、マングースが。そうですよってね。そう。で、例えば、鳥小屋の鶏を襲うとか、卵を食べちゃうとかですね。まあ、何よりもその、奄美大島って離島で独自の生態系があって、はい、その国のね、指定する、もうすごい、固有種、例えば奄美のクロウサギとか、そういったものを襲うっていうことが、やっぱり最大の懸念事項だったわけです。で、そこで、発足したのが、奄美マングースバスターズと呼ばれる捕獲隊。はい。これ島民が中心で25人で結成されていて、ほぼ毎日のようにマングースがいないかを島内を駆け回って探すと、それから3万箇所に罠を仕掛けてるんですけども、その罠にかかってないかを調べるという、まあそういう活動をずっと続けてきたんだそうです。このバスターズの応募資格、健康で体力に自信があること。なるほど、うん、ねえ、そうね、働き盛りの世代とかかな。もう警報級の雨でも降らない限り、雨の中でも急な斜面や川を歩いてですね、罠を点検する、ね、それからもう一つはその犬に探させるって、その探せる犬を養成するのもバスターズの仕事なんだそうです。すごいですね。ね、まあ、こうした、もう、隊員の後藤さんの言葉を紹介しましょう。はい。もう、心を鬼にして捕獲してきた。うん。まあ、つまりね、この、マングースが悪いわけじゃないっていうことは分かってるんですよ。そうですね。ね。そうですね。うん。まあ、でも、ハブをね、退治するために連れてきて連れてこられただけで、本来は悪者ではないけれども、他の生物のことを考えると捕まえなければならなかったと振り返っています。はい。まあもともとこのね、マングースって、そう、ハブを退治するために持ち込まれたものでした。はい。ただ、ね、ハブは退治しなかったんですね、マングース。なんか、あれでしょ、ね、夜行性と日中に活動するとで、そうそうそう、違うんでしょ、もう最初からね、そうなんですよ。間違ってましたね。うん、いや、これね、なんかその外国でコブラ、ね、コブラを退治するっていうことを、はいはいはい、まあ、知ったある博士が導入したらしいんですけども、コブラと違ってハブは夜行性、うん、マングースは昼、昼活動する動物、そこをちょっと勘違いしてたね。ねえ、もう初歩的なミスでしたね。うん、で、まあ、コブラって、やっぱコブラ、ハブってやっぱ毒蛇だから、うん、まあ、マングースは経験的にこいつやばいと思うんでしょう。うん、
ね、それでも結果的にハブよりも安全に食べられるヤンバルクイナとかね、アムイのクロウサギとか、おとなしい生き物を襲うようになっちゃったんですね。なるほど。そうか。ああ、だからまあね、導入した。の気持ちはわかりますわね。わかる、わかる、そう。仕方ない。そうなんですよ。仕方ない、うん。それで、ただやっぱり農民の人たちのね、その食害とか、ね、いろいろ、やっぱりいろんな思いがあって導入されて、うん、で、増えたものを、まあ、どんどん捕獲していくという計画をやってきて、はい、で、そのやっぱ効果は現れていて、うんうん、2018年4月を最後にマングースは確認されていない。だからもう6年間見てないっていう状況で、うん、環境省はこれはほぼゼロと考えていいということで根絶宣言に至ったわけですけれども、実際そのアマミノクロウサギという固有種、これは増えています。2003年に推定された生息数から比べて5倍から7倍に増えてるっていうんですね。それはしっかり成果が出てるんですね。うん、成果が出ています。なので、まあ本当に、それは、まあね、マングースには申し訳なかったけれども、離島の、つまり奄美大島固有の生態系を守るという意味では、成果があったと考えていいと思います。ただ、沖縄からね、この、マングースって奄美大島に持ち込まれていて、沖縄ではまだ戦いが続いております。はあ、それこそヤンバルクイナとか大丈夫なのかなってね。そうなんです。もともとはサトウキビを食い荒らす野ネズミを退治したいっていう気持ちもあったらしいんですけど。ハブではなく、ハブだけではなくって感じですね。ハブも、そう。毒蛇のハブ、それからサトウキビを食い荒らすネズミ。はあ。これを退治するために導入されて、こちらはまだ退治できていません。うん、ヤンバルクイナとかね、いろんな貴重な生物が危機に瀕しているということで、はい、うん、こちらでは、2026年度中に、うん、ヤンバル地域で完全排除を目指して防除が進んでいるということですね。なかなかまだ道は険しいということでしょう。うん、私、マングースって今回初めて、どんな動物か見ましたけど、お二人は見たことありますか？私、ショーで見たことがあるんですよ。ショー見たことあるんですか？ハブとマングースのショー。え、いいなっていう、どこで？いや、沖縄で見たんですけど、もう、そうですか、どうでした？二つとも、マングースもハブも嫌そうだったんですよ。全く戦わないですよ。お互い左右の端の方にいて、で、なんていうんですかね、そのショーの、その司会というか進行役の人が棒でつついて、なんか無理やり戦う。僕たちどんな気持ちでこれ眺めなきゃいけないんだろうっていう、すごく嫌な気持ちになったんですよ。そうなんですね。うん、私は見たことがなかったんですよね。そうそう、まあ、かわいらしいと言っちゃなんですけども、まあね、そういうね、マングースもね。牙を向いてる写真なんか見ると、これはちょっと怖いなって思いました。うん、マングースってイタチみたいな風に見えますよね。見えますね。尻尾が長くて細長い感じの、手足が短くて、はい、でもイタチじゃなくてですね、猫っていうか蛇行猫の仲間なんだそうです。はー、蛇行猫って言われてもピンとこないと思うんですけど、ミーアキャット、はいはいはい、ミーアキャット、はい、野生生物でよく立ってキョロキョロしてますよね。かわいいですよね。警戒心の強い、うん、あれと同じ仲間なんだそうですね。うん、で、ちなみに私も調べたんですけども、はい、血統、ハブとマングースの血統は今ちょっと法律、動物愛護法の改正で、そう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 、なんかできなくなっているらしくて、うん、もう今やってないんですよね。そうです。なので、まあ、血統自身もちょっと見られないんですけど、うんうん、ショーとしてやってるところでは、例えばハブとマングースを戦わせるんじゃなくて、ええ、どっちが早く走れるかとか。共存するやり方ですね。ハブの走る様子って。走るんですか、ハブ。いや、知りません。くねくね行きそう。
まあ、そういうふうにちょっと趣向が変わっているそうで、まあ、血統じゃないけど田畑さんは貴重なものを、はい、あの目撃したということかもしれませんね。あのここでちょっと外来生物についておさらいしておきたいんですけども、あの先ほどまあ言ったように外来生物ってね、あの本人が当事者が悪いわけじゃなくて、まあ、人間があの人為的に持ち込まれたものが多いということですが、まあ、それがその地域 の、まあ、あの生態系 などを脅かす場合に限ってあの防除、つまり駆除を法律によって進めているということですね。あの身近なものでは、白爪草、クローバーとか、ホテイアオイ、こんなもあの外来種ですが、これは特定外来生物とかにはなってません。であとはアライグマとかカミツキガメみたいにペットとして持ち込まれて野生になったもの、これは特定外来生物になったりして駆除の対象になっています。外来生物っていう大きな括りでいうと2000種ぐらいあるそうで。そんなに？そうなんです。まあ、あのまあ、暮らしに定着したものもあるので全部が悪者ではないけれども、やはりここのこのこれから言う三原則をあの忘れないでくださいと環境省が言っています。一つ入れない、つまりまあ生態系を守りたいところに外来生物を入れないっていうことですね。入れない、それから捨てない、これは飼育していたり栽培していたりする外来種は管理し続ける、ね、ペットは死ぬまで育てる、そうですね、だから広げない、広げないっていうのはまあ生息域を増やさないっていう意味ですね。この3原則に基づいて責任を持って管理しましょうと呼びかけています。そうですね、やっぱり人間のね、やっぱりそのモラルっていうかそういうのが大事になってくるところだと思うんで、まあ、モングースもある意味被害者ですもんね。そうですよね、まあ、固有種を守りながらね、改めて我々ってそういう、こう生態系すごい環境の中であの日本って恵まれた地域なんだなっていうのも知ることができましたね。こういうのもね、それを守っていきたいと思いますね。本村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。毎日新聞客員編集委員の本村由紀子さんでした。由紀子さんは科学、この他にも音楽プロデューサー松尾清さん、 RKB 報道局の神戸金文解説委員長、日経エネルギーネクスト編集長山根紗友紀さん、スポーツ文化評論家玉木正幸さん、元 RKB 解説委員長飯田和夫さん、クリエイティブプロデューサー三好豪平さんが毎週さまざまなテーマで今ホットな話題を提供しています。アップル、スポティファイ、アマゾン、グーグルの各ポッドキャストで RKB ラジオで検索してフォローをお願いします。またリアルタイムで番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ田畑龍介グローアップを聞いてください。毎週月曜から木曜朝6時半から9時まで放送中です。